今日はですね、最近あった悲しい出来事をお話ししたいと思うんですけども、このね、そう、私がいつも使ってるパソコンがこれなんですけど、この前急にイヤホンが刺さらなくなって、イヤホンジャックになんか物理的に何かがつっかえてて刺さらんみたいな。でも何かを中で追った記憶もなければ、なんか壊したような記憶もなくて、マジで何と思いながらちょっとイヤホンを頑張って刺そうとして、でも絶対これ無理やんなって、なんか明らかに何か中に入ってるよなってなって、でも何も出てこなくて、なんか何あの針みたいな、爪楊枝みたいなので、なんかツンツンってしても何も、え、なんかあるかなんか分からんけど、どこが奥なのかも分からんくて、でも何も出てこへんしなと思って、ちょっと調べてみたんですよ、イヤホンが刺さらないみたいな。そしたらなんか似たような何その事例があって、なんかそのパソコンのケースの中になんか元々入ってたあの乾燥剤みたいなやつの袋がなんかパンって破けたりしたかなんかで、その乾燥剤の中のちっちゃいつぶつぶみたいなビーズみたいなのがここに入ってたみたいな。で、なんかパソコンを振ったら出てきましたみたいな書いてる人がいたから、え、マジでと思って振ってみたんですよ。でもまあ出てこなくて、あれってなったんやけど、もう絶対それでしかないんじゃねと思って、ケースの中実際に見たら、あの、ちゃんと乾燥剤の袋破れてビーズばらまけてて、もう絶対それやんって思って、でも最初それに気づかずに、めっちゃイヤホンをグイグイ刺そうとしたりしたから、多分もう奥底に、もう何、めり込んでしまったんだと思うんですよね。で、どうしても無理だったので、もうイヤホンジャックが使えないパソコンになってしまったっていう本当に悲しいお話なんですけど、でもなんかそんなんでさ、修理に持って行ったりするのもなんか恥ずかしいから、私がそこで選んだ方法として、あのイヤホンジャックをこのタイプ C の形に変換できるやつを購入しまして、でそれで、だからもう今後はイヤホンジャックじゃなくて、イヤホンもこのタイプ C のここに挿して使おうっていう風になって、とりあえず解決はしてないんですけど、まあしばらくはこれで生きていこうっていうことになりました。なんかそう、マジで絶対あるんですよね、この中に今思うと。でももう一生出てこない気がするので、そんな感じです。皆さんのなんか最近あった悲しいエピソードもここのコメント欄に書いて、ちょっとでも悲しみを分散させましょう。それでは。